さあこんばんは。こんばんは。MC の中村大蔵と。そんな始まり方なんですか。はい、どんな始まり方ですか。木村大志です。よろしくお願いいたします。はい、今週もムラムララジオ、ムラムララジオじゃないよ。ムラムラジオ始まりました。ムラムラジオですね。はい、よろしくお願いいたします。なんすか。いろいろ書き込みをいただいてますね。はい。なんだよ、田村ゆかりの方みたいのに邪魔するなよ。田村ゆかりさんが多分裏番組でやられてるんじゃないでしょうかね。田村ゆかりと聞いて僕はもう残念ながらゲストで田村ゆかりさんの予定はないですけれども、はい、僕も見たよ田村さん行く？僕らも行っちゃいます。鑑賞する会にしますね。みんなでそこで書き込みして、はい、景品届かないぞどうなってるんだ、うおお、大体殺傷ついてるんですよ、大統一が、ね、これ書き込んだらね。メールをしてくださいって我々は言ってるはずですよね。そうですね、メールはあのですね、これは悲しいお話でいいでしょうか。なんでなんでしょう、はい、第1回目第2回目、はい、通算、はい、ゼロ通でございます。いやそんなことないでしょう。いや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 、そんなことないと思いますよ。、はい、そうなんですよ、メール当日の夜しました。あれやっぱりほら、やっぱりほら届いてないんですよ。何があんのそれは、拒否ってんの。そんなことないでしょ。そうなの、はい、まあなんかわかりません、はい、わかりませんけど作らないといけないですね、はい、なんとかね、はい、はい、頑張って制作もしてますんで。そうですね、まあ、はい、ちょっと止まってます。期限も特に決めてないんでね、もう一回メールしてください。雑な感じになっちゃいましたけども、今週なんか木村さん大変なことがあったみたいで。いやーそうですね、うん、ちょっと水害に遭ってしまいまして。水害。家に帰ると、うん、はい、台所がびしょびしょになってまして。台所もびしょびしょだったんだ。台所がですね、あ、主に台所台所が玄関にかけてがびしょびしょだった、うん、はい、帰った時に分かったんですよ、うん、玄関から何かしら水がビャーって出てる。床が、そうだって自分、はい、何それ、水道出しっぱなしにしちゃったからみたいなこと。多分上の階の人がそうらしいんですけれども、うん、まあ大変でしたよ、はい、おしっこ行ってくるねって。いってらっしゃいませ。上の人が水出しっぱなしにして、はい、木村くんちがびしょびしょになりました。結構いろんなもんびしゃびしゃになったのに、結構、はい、2万円で手打った。その会話良くないです。リアルに2万円。いや2万じゃ済まないじゃないか。いや2万じゃ済まないですよ、ぶっちゃけの話、うん、全然済まないですよ。詳しい話は何ですか、フェイスブックに載せてるんですか。いや載せてないです。載せないんですか。載せてないですけれども、いや前の番組からめんどくさくなってメール送ってないや。あら残念な、前の番組の分はねもう締め切っちゃったね。そうですね、いやでも送った方が素敵なね豪華景品が当たります。さあ、本日なんとですね、はい、女性スタッフがこの番組、そうなんですよ、浮き足立っておりますよ。逆にちょっと僕は恥ずかしいなっていう気持ちがいろいろと。なんで本日の書き込みは、はい、主にですね下ネタを拾っていく形になっていく。あ、そうですか、ね、はい、じゃあ皆さんに皆さんが下ネタを書くと採用率が高い。あ、初見あ、初見さんありがとうございます。初見楽しみにして楽しんでください。1時間半ありますので、はい、はい、そんな中私は今週はですね、はい、大喜利またやってますよ。アメーバ大喜利。お、アメーバ大喜利やってますか。アメーバ大喜利やってます、はい、前回、はい、何でしたっけ、キングだった。キング4段とかでしたっけ。なダンス忘れちゃった。キングだったんですけど、キング、はい、今私1週間経ちまして、はい、エンペラーに。エンペラーエンペラー
階級がエンペラーになりましたか。はい、ぜひね、あの、はい、皆さんアメーバ大喜利参加して、あの村子ちゃんを探してみてください。村子ちゃんを探して、村子ちゃんのキャラクターでやってます。やってますよね、はい、エンペラーの上もまだあるんですよね。まだまだ、いや、まだまだあるみたいですよ。まだまだある。なんか階級はハテナになってますから、はい、うわーすごい、はい、いやでもすごい、エンペラーはすごいですね。なかなか全部すごいんだよ。キングぐらいだって、その一番下から2番目ぐらいがもうエースとかなんだ。ああなるほど、うん、そうですか。ちょっと面白かったんでエンペラーになりましたんで、いやー、はい、楽しみですね。はい、わしは三冠を取った選手、ああそうね、書き込みでね、はい、ありがとうございます。さあというわけで、はい、本日はですね、ちょっと新しい試みをしてみようかなということで、おー、どんどん変わっていくムラムラジオ、はい、はい、あ、来場者数も10人超えたと、ありがとうございます。よかったです、やりがいありますが、はい、オープニングでですね、はい、何をやるかっていうの迷ったんですね、うん、前回。そうですね、はい、じゃあもう、はい、視聴者の方に決めてもらおうじゃないかっていう、斬新、はい、はい、こんなものを用意しました。アンケートの方出ますかね。こちらは出てますね。お、はい、さあコーナー名が、コーナー名というか、まあ、はい、なんか気になるものが2つ、はい、どっちということで、はいはい、1、情熱とムラムラの間、お、気になりますけど、はいはい、2、ムラムラ写真館、はい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 、どちらかが見れまして、はい、どちらかのコーナーをやりまして、はい、どちらかはやらないという、うん、せっかく準備したのにできないという、うん、そうですね。で皆さんには気になった方に1票入れていただいて、うん、投票率が多い方のコーナーをやろうという。なるほど、3が結構多い。内容が分からない、だからもう賭けですよね。賭けですか、うん、まあ、だってムラムラ写真館ってなんとなく分かっちゃうけどね。まあなんか写真が出てくる、まあ、ちなみにこれあれですよね、先週話した時は9個ぐらい項目を作るって言ってましたけど、9個で選んでもらおうとしたんですけど、ま、もう間に合わなかったね。間に合わなかった、何にもできなかったね、はい、内容が分からないですが、なんか気になった方クリックしてみてください。はい、まあ、15人しかいないんでね。分かれる可能性、分かれる、あの 50-50 はないんじゃない。50-50めんどくさいね。両方やんのかな。両方やらないパターンにしましょうか。 50-50 になったらフリートークですか。どうなんですか、はい、皆様。じゃあ、選んでもらえたんでしょうか。投票の方よろしくお願いいたします。はい、これってどんぐらい時間かかるもんなんですかね。今集計中、どうなんでしょうね。ですか。 あ、もう大丈夫だそうです。もう押しましたかね。はい、書き込みはパッタリ止まりましたけれども。じゃあ発表してみたいと思います。はい、お願いします。おお、はい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 、うわー、マジか。情熱とムラムラの間 75.0%、 ありがとうございます。2番のムラムラ写真館 25.0% ということで、はい、本日のオープニングコーナーは、はい、情熱とムラムラの間に決定いたしました。はい、というわけで、はい、じゃあそちらの方の画面に切り替えてもらった方がいいのかな。画面、はい。さあ、恥ずかしい。ということらしいので、はい、よろしくお願いいたします。わかりました、はい、情熱とムラムラの間、健一は待って、時刻は夜の8時12分、健一はただただ正座をして待っている。竹中健一17歳、都内の高校に通う2年生、部活は吹奏楽部、運動があまり得意ではないということと女子が多いという理由で吹奏楽部に入学、入部。そんな理由により当然彼女はいず。健一が性に目覚めたのは小学6年生。たまたま本屋で平積みにされていた写真集の表紙を見た瞬間、顔が真っ赤になり、心臓の鼓動が今まで感じたことのないくらい波打った。股間は痛いほどに膨らみ、まだ精通していない健一は何とも言えぬ出来事に自分自身不安になった。その不安を解消してくれたのは幼稚園から親友の同級生アナザワ。彼は性に関しては群を抜いてのエキスパートで、健一も大人になったなと喜んでくれた。マスターベーションの仕方を教えてもらったのもこの悪友アナザワからだ。以来健一は1日1回、いや多い時には1日に4回この行為にふけることになる。高校2年生になってすぐ親から塾を勧められた。
しかし、アナザーが家庭教師の綺麗なお姉さんとマンツーマンで勉強しているという話を聞いていた健一は、どうせなら家庭教師をと熱烈に親に交渉。結果、その願いは通じるのだが、担当が決まった人は男性。世の中そううまくいかないのかと思った矢先、人生の転機が訪れる。その男性教師が事故により急遽担当が変わることになったのだ。知らされた情報は長谷川遥、女23歳。お女健一の股間が初めて写真集の表紙を見た時と同じぐらい熱くなった。しかし急な事情もあり、渡された資料には顔写真がなかった。健一の想像は広まるばかりである。あまり期待するとろくなことにならないと必死に自分を言い聞かせ、家庭教師初日を迎えた。時刻は8時15分。約束の時間はすでに15分もオーバーして遅刻してきてんのかルーズな女とはこれは期待が持てないなと思った瞬間、玄関のチャイムが鳴った。続く続きますか。続きます。はあ、なるほどね。はい、健一くんの家庭教師が始まるんじゃないでしょうか。あの担当の男の人事故った事故りましたね。で、何でしたっけ、担当の変わった担当の人が長谷川遥さんですね。長谷川遥、はい、23歳、女、23歳女性は気になりますね。気になりますね。どうなることやら。なんで小説読んでるのお茶というか結構いろいろが1個目ありますよ。僕の画面がですね、ずっと小説読んだら画面がロックされてしまいましたですね、ロックの解除、誰か助けてあげてください。ロックの解除の仕方が分かりませんが、はい、ざっとね、はい、やめちまえまだ7時9分です。鼻声やろう、やめろ。いやね、鼻声治らないんですよ。どうしましょう。田村さん可愛いよ、みんなで見よう。あ、本当に、終わったら教えてね、音切ってるからわかるって言ってくれ、わかる、書いてくれたのは本当ですか。平積みのエロ本を、はいはい、っていうとこぐらいですね。あ、なるほどなるほど、それがちょっとわかる。噛むなよ、絶対噛むなよって言った矢先噛みましたね、間違えて。何回か噛んじゃいましたね、はい、よっしゃ、ホモ展開やんけ全然ホモ展開じゃないですね、アナザーはもう最初俺女の子かと思ったの。あ、男で、その性欲を処理してくれる幼馴染って言ったから、はい、あ、絶対女の子がここで出てくるのかなと思ったら、ね、アナザーは男なのね、はい、男ですね。あ、それをちゃんと言えばよ、達観してる男の子。そうです、そうです。アナザーってまたアナザーさんですね、アナザー君、はい、うん、で、運営さんもうやめてこれ許可したの誰だよさあ、なんで小説読んでる、完全オリジナルでございます。なんで小説を読んでるかって言ったら、はい、それはみんながそれを選んだからだね。そう、 75% の方に支持されて、はい、というわけで今週はムラムラ写真館はなしですね。はい、ただもう僕は気になってますから、はい情熱とムラムラの間の間が第2話が、はい、これなかなか進展していかないですよ。大丈夫ですか先生、あの、執筆よろしくお願いいたします木村先生。またでもね、次回もまたありますからね。次回も何か選択肢が、また選択肢が何個かありますんで、また次回もオープニング楽しんでいただければと思います。ちょっとあの運営から、はい、オチはじゃ続くだろ、続くだろ、続くだろ、はい、むしろちょっと長いかなって感動症ですよ。オチなんてないでしょ。ないんですか。あんの、わかんないです。オチはないんじゃないですかね。まあ話の、そうだね、はい、フィニッシュするまで行くんじゃないですか、感動症。行くんですかね、どうなることやら。まだわかんないです。悶々としてるだけですかね、ケイチ君。そうですよね、はい。あ、続かせてたまるか二度とないっていうか、だから選ばなきゃいいんだよ。そうですよね、うん、打ち切りです。あ、どうなることやら、わからないですけどね、はい、そうですね、まあまあまあ、はい、次回楽しみにしたいと思いますということで、以上、情熱とムラムラの間でした、うん、ありがとうございました。さあ、はい、この番組はどこを目指しているのかいよいよ分からなくなったという。これムラムラに特化した番組です
ムラムラを目指してですよね。ムラムラ具合を目指して。いやもうほんと今日から上司のスタッフが来るなんて知らないからこっち、はい、読みたくなかった、実に読みたくなかった。男性の中だけだと思ってたから俺は普通にマスターベーションぐらい大丈夫だよ全然大丈夫でしょう。ちゃんとね文学的だったのがね、はい、マスターベーションの後は、はい、その後その行為みたいな、いいちゃんと置き換えて言ってたじゃない、はい、その辺にやっぱりねこう、はい、小説感を僕は感じましたそうですか、木村くんのよくわからないです文才の同じ言葉あんま2回続けたくないな。あそうですね、はい、はい、というわけで、真っ当な方のコーナーに行きたいと思います。そうですね、はい、全力100本ツッコミおさあはい、まあ、大喜利です、うん、大喜利ですので、うん、皆さんガシガシ書き込んでください。はい、なんとか頑張って突っ込んでいきたいと思います。そうですね、私の拙い突っ込みでございますが、はい、さあ、うん、それでは、はい、今音楽流れてるんですかね、これはね、流れてるのかな、聞こえないんで分かんないですけども、いいでしょうか、はい、じゃあお題はこちら。お、流れてきましたね。さあ、お、今日のお題はですね、はい、さあ弁当食べよう、今日の弁当は〇〇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 
危ないな。いやちょっとやめてよそういう番宣邪魔番宣。おこんばんはということで、こんばんは、はい、女性の名前を決めよう、純子でいいです。こっこよ女子スタッフドン引きということでさあさあさあ、どんどん来てますね。来てますね、はい、こんばんはということで、こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。大喜利やってますんで、今から全力100本ツッコミやりますんで大喜利って言うほどのお題でもないですけど、ね、はい、じゃあ入場しておきます。はい、来てますよガンガン。はい、行きましょう。はい、さあ弁当食べよう。今日の弁当はすっからかんや弁当を食べるふりしてみんなの目をそらすさあ弁当食べよう。今日のお弁当は俺のもんだ。俺のもんだよ、それは俺が持ってきたやつだからね。そう、俺が持ってきたやつは俺のもん、うん、俺のもんは俺のもん、うん、間違ったこと言ってない。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はエア弁当。おもう食ったふりしちゃう、もうなんかグーグーになっちゃうから5時間目とか大変だよさあお弁当食べよう。今日の弁当は弁当弁ダジャレかーい作曲しちゃおうかなさあお弁当食べよう。今日の弁当はうまい棒。お母さんちょっと10円って、まあ、1本とは書いてない、何本入ってんのかな1本じゃないですかね。あれ30本食ってもあんまお腹いっぱいにならない。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は弁当弁。さっき聞いたそのダジャレ何弁当弁って、弁当弁と何が違うのさあお弁当食べよう。今日のお弁当はショーンペン。ショーンペンなんだショーンペンって、なんか聞いたことあるぞそれ、なんかショーンペンかと思ったぞ木村君の発音で。ショーンペンで、ね、ショーンペン。さあごめんなさい。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は昨日の弁当腐ってるさあお弁当食べよう。今日のお弁当はセッパタックロ、それは球技。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はお好み焼き。おまともなの来たね大好きお好み焼き、豚玉でお願いします。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は CM の後でまた弁解、何も気にならない。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は路肩駐車の佃煮どうやって煮るんだよどうやって煮んだよそれを、しかも甘辛く。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はお買い得、スーパーの特売じゃないんだからさ、ヘイヘイ。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は流しそうめん。あもうすげえ大掛かりだね教室でかな、お母さんがジャンプしてくれる。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は JK 大好物。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は行列のできる弁当だからまあそうか、まあそれは別にいいよね、行列に並んで買ってきたんだからね、授業サボってるかもしれないけどね。45分の間で、ま、食えるのかどうかですよね。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はお箸の詰め合わせどこ食べればいいんだろう、食べる道具ばっかりださあお弁当食べよう。今日のお弁当はいちごの詰め合わせ、飽きる。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はスイカーズ。おっと、それはお腹に溜まっていいんじゃない、 CM ください。スイカーズ。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はウェディングケーキ、手に負えない。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はひじきうん、そろそろいいんじゃない、いや便通も良くなるしさあお弁当食べよう。今日のお弁当は洗面器、食べ物じゃない硬いさあ今日お弁当食べよう。今日のお弁当はあ忘れた、ああそれもうクラスのみんなに一個ずつおかずを分けてもらわないとだけどあいつんちの煮物だけはちょっと食いたくないヘイヘイ。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は若葉。若葉若葉
タバコじゃないの。さ食ったら死ぬやつじゃないの。ちょっと安いタバコじゃないのか日本が作ってる。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はお前の弁当食った。あーもうない。じゃあや弁当。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はいっぱい食べる気がする。それ俺の出てたやつ。カロリミットは飲んだことありません。さあお弁当食べよう。今日の弁当はベンツ。食いもんじゃない。車ベンツのあのマークシンボルマークは昔戦車を作ってた頃の標準の名残なんだよ。へー。さあお弁当食べよう。今日の弁当は毒入ってるな。じゃあ食わないな。明らかに緑色だな。じゃあ食わないな。さあお弁当食べよう。アーモンド臭がするな。じゃあもう食わないな。生産カリっぽいな。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はねるねるねるね10年10人分噛んだ。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はウインナーとエリンギと細長くて太いもの。細長くて太いもの、なんだろうそれ、なんだろう、しまった、しまった、違う違う、しまった、いやもう細長くてない、メガウインナーだ、メガウインナーってなんだよ、よくわかんない。さあお弁当食べよう。今日の弁当は誰からもらおう、花からもらうつもりでした。すいません、よろしくお願いいたします。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はヘギそば。何それ。B 級グルメ。違うかもしれない。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は煮込んだ革靴。革靴食えそう、食ギリギリ食え、食えそう、工夫次第で、味付け次第で、本側なら。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はご飯が進むくんのみ、ご飯なし。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はセメント、胃の型を取るのかな。カチッと型を取ってね、はい、そっからお腹減ることがないっつって、バカ野郎。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はチョコレート、インゴじゃない別に。チョコレートって 何の大概の言葉なの。何下ネタ。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は牛角。いいじゃん、なんでゴーとリッチじゃん、なんだ。お弁当はない、牛角の弁当はコンビニとかでありました、ね、あるかもしれない、さあお弁当食べよう。今日のお弁当は何かな。そんなくだらないことを考えていた15分前、俺たちにまさかあんなことが起きようと。あるね、大変だったんだ、黒板消し戦争っていうのが起きてね。はいはいはい、はい、もう大変、黒板消し戦争、はい、はい、映画になったんですか。そうだね、単館だけど、単館ね。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は脂身、もたれる。さあお弁当、30になったら辛い。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は魚肉ソーセージ。うん、それはいいんじゃん、それだけがだけですね。下ネタ半分で、下ネタかな、半分、下ネタだね、一本の下ネタなんだね、違います。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はキャットフード、やがらせかよ。さあお弁当食べよう。今日のお弁当はマグロ、豪華。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は貼り付けのり弁当。貼り付けのりピットとあのキューブ状のヤマトとかが、そうじゃないですかね、あの色が変わってのりがその、のりじゃないよ、のり弁当は。さ、さあお弁当食べよう。今日の弁当はエチゴ製菓、正解。さあお弁当食べよう。今日の弁当はケーキにくっついて、うん、食べられる銀玉がみっちり。わあ、あれだけ食って味ないんじゃないかな。さあお弁当食べよう。今日の弁当は岩塩しょっぱい塩の化石。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は俺はジャイアンだ、俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもの。もうジャイアンが来たら差し出します。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は、キウイ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 、ゼスプリです。おジェスプリゲーゴールですね。知ってる、俺がさ、ジェスプリの CM 出てたらさ、はい、最初は俺の顔ちゃんと応援されてたのにさ、はい、後日見たらさ、はい、テロップ出して俺の顔面に遠いテロップ出してやる。文句じゃないです、ありがとうございます。また仕事ください、はい、さあお弁当食べよ。今日の弁当はみんなの心の中にある、出されない。さあお弁当食べよ。今日のお弁当はチキン弁当、チキン南蛮弁当風ドロップ、うんうん、ドロップかい、美味しいです。佐久間から出てる、佐久間から出てる、うん、さあお弁当食べよう。今日のお弁当は下段がご飯、上段がエロ本、おかずはおかずでもそのおかずかい。さあお弁当食べよう。今日のお弁当は
丸さんがね、どうも私ですよって食っちゃおうかな、ね、さあお弁当食べる今日の弁当男だろ丸さん男だろ、さあお弁当食べる今日のお弁当はおはよう、オグルト友達んこ、ね、さあお弁当食べる今日のお弁当は勝者、鉄人、道場ロックス僕ダメだ、なんでちゃんと買わずにいたかったくそ決めてたのに、さあお弁当食べよう今日のお弁当はさぬきうどんのたぬきうどん、さぬきうどんのたぬきうどん、んさぬきうどんのたぬきうどんあるでしょうし、あるよね、あるあると思いますよ。じゃあそれ、さあお弁当食べよう今日のお弁当はむらこ食べちゃうな、なんどうしたんよ、ムラムラしてきた。さあお弁当食べよう、今日のお弁当は角砂糖、なんでインゴなの角砂糖って何を思って角砂糖って言ってるの、角砂糖っぽいなんかいやらしいことある、わかんないです、こう角がいいねとかあるじゃないですか、インゴなんか例えてるわけ、まあいいわ。さあお弁当食べよう、今日の弁当は月末だからないよ、貧乏。さあお弁当食べよう今日のお弁当は25メートルプール弁当、食えない。さあお弁当食べよう今日の弁当は野草ワイルド。さあお弁当食べよう今日のお弁当はカツ揚げ、あ、唐揚げ、唐揚げだよ。お、なんでなんで、別にいいよカツ揚げ、犯罪だよ。さあお弁当食べよう今日のお弁当はすめん、そうめん、そうめん、すめん、すめん、そうめん、過去足立区なんなの、土地は関係あるの、土地足立区でスメンっていうのが流行ってるのかもしれないですね。あ、そう、僕は麻生区です。さあお弁当食べよう今日のお弁当は30年前の重油海から取ってきたのかコンテナ船で運ばれたんじゃないですかね。さあお弁当食べよう今日のお弁当は母乳でトロトロに煮込んだシチュー、お、エロい。さあお弁当食べよう今日のお弁当はカラスが持っていきました、はちゃんちゃんさあお弁当食べよう今日のお弁当は加藤、佐藤、伊藤、加藤、佐藤、え、弁当は加藤、佐藤、伊藤、加藤、佐藤、伊藤、はい、さあお弁当食べよう今日の弁当は、そうなんていいですか、よくわかんない。さあ今日のお弁当は久しぶり、お久しぶり、お久しぶりです、何かわからないですけど、ダンディさんだでしょうか、さあお弁当食べよう今日のお弁当はパンピー、飲み物さあお弁当を食べよう今日の弁当は本日は母の気晴らし弁当となっております、追いつかない追いつかないさあ今日お弁当食べよう今日の弁当は賢者タイムかよ、賢者タイムです。さあお弁当を食べよう今日の弁当はおお、これに番組名変わってたのか、アートマーク忍者、そうっす、あの3回目です、3回目でございます。さあお弁当を食べよう今日の弁当は今から続くろ、あい、ゆうちょさあお弁当を食べよう今日の弁当はいや、つぼみ、つぼみ、あ、俺の好きな AV 女優ね。さあお弁当食べよう今日の弁当はちくわぶ定食、それはそれで美味しそう。さあお弁当食べよう今日の弁当はドロップキック、食いもんじゃない。さあお弁当食べよう今日の弁当はサザエさん、サザエさんを食うってお前そんないやらしいことできないよ。さあお弁当食べよう今日の弁当は花声定食、お前だ。さあお弁当食べよう今日の弁当は越後製菓、正解。さあお弁当食べよう今日の弁当はこのコーナーって露骨な米稼ぎコーナーだよね、正解。さあお弁当食べよう今日の弁当はレーション、正解。さあお弁当食べよう今日の弁当はキリンの食べ残したピラフ、キリンの食べ残したピラフかなあなたが私にくれたもの、キリンの食べ残したピラフ逆立ちしたね。さあ弁当食べよう今日の弁当は友達の、違う、友近丼だ、アウト。さあお弁当食べよう今日の弁当はとうとう18禁に昇格したんですね、入れないらしいですよ。さあお弁当食べよう今日の弁当はポカリスエットのコナー、コナーのまま飲む、食べる。さあお弁当食べよう今日の弁当は食べる、それとも食べる。さあお弁当食べよう今日の弁当は親子丼、ん、あー間違えた、親子丼、親子丼、インゴ、はい、正解。さあお弁当食べよう今日の弁当は今日来てる女性スタッフ、よろしくお願いします。さあお弁当食べよう今日の弁当は挨拶はおかしいでしょさあお弁当食べよう今日の弁当はその後スタッフが美味しくいただきました、ごちそうさまでした。それでもこの並びで言ったらおかしくなるだろう。さあお弁当食べよう今日の弁当はばかりのコラボいいよね、いいと思う俺も。さあお弁当食べよう今日の弁当は激辛もなか、辛い。さあお弁当食べよう今日の弁当はそうめんだろ、そうめん、すめんじゃなかったっけ、そうめん、そうめん、そうめんって僕は読みました。さあ弁当食べよう今日の弁当は爪の赤、
煎じてね。さあ弁当食べよう、今日の弁当はお酢汁気持ち悪い。さあ弁当食べよう、今日の弁当はお茶さんあるか、お茶さんいた、さっき今はいないかも、愛想つかしたかも。さあ弁当食べよう、今日の弁当は親父が脇で握ったおにぎり、おいしそう。さあ弁当食べよう、今日の弁当は鉄鍋ジャン6巻。中途半端だな、そこだけだよ。さあお弁当食べよう、今日の弁当は漫画だったらいいと思うんですよ。激草豆腐、あ、あるよね。あるんですか、ね、すげえやつね。わかりません。さあお弁当食べよう、今日の弁当は俺になると、まさか僕が食われることに19歳男性の方がいただきました、ありがとうございました。さあお弁当食べよう、今日の弁当はパリセットの粉末をスプーンで一回すくうけど戻して袋から食べるのが流儀です。さあお弁当食べよう、今日の弁当はお茶さんはいるそうです、よろしくお願いします。さあお弁当食べよう、今日の弁当はユルブリーナ、イエス。さあお弁当食べよう、今日の弁当はセパーキルスプルスルスピーカーのスキルスプルセパーカートカーブソクルカーコトセパトスギャコプルカーツバタルクロロモノ、そろそろ時間だからさ、そろそろ切ってくんないかな。さあお弁当食べよう、今日の弁当はキキキリンさん、あーキキキリンさん。さあお弁当食べよう、今日のお弁当、さあお弁当食べよう、今日のお弁当はヤクルトおばさん、なんかありそうだね。さあお弁当食べよう、今日のお弁当はいいね、いいよ。さあお弁当食べよう、今日のお弁当はハズレの紙が入っていたよ、ハズレとかあんのかよチェ。さあお弁当食べよう、今日のお弁当はイワナ、おそのままね、川魚渓流でその河原で焼いて終了ありがとうございました皆さん、85本でございます。はい、惜しいね、あんな雑なのに85本しかいかれんだね。もう途中で諦めたよね。そうですね、いや、うん、いつになったら終わるのかなと思いまして、いやそれは君次第、君次第。そう、僕次第なんですか。あ、そうでもない、分かった、だって俺止めらんないもん。さあ、ベスト書き込みを選びましょう。じゃあベスト書き込みはですね、はい、まあ特に盛り上がっらなかったんですけど、特に盛り上がらなかった。そうですね、はい、お茶さんがいるかどうかを聞いてくれた人ですね、はい。お茶さんおるか、お茶さんって書き込んでくれた、はい、あなた、番組のことを気遣ってくれたということで、はい、ベスト書き込みは、はい、これですね、お茶さんおるか、お茶さん、お茶さんおるか、お茶さん、おめでとうございます。それがベスト書き込みですか。はいはい、わかりました。おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。メールをくださいね。お、忍者さんかもしれない。お、初見ですということで。あ、ありがとうございます。よかった、ここまで見てないってことでしょ。はい、こっから見始めるってことでしょ。こっから見始めるから。危ねー。危ない。あ、お茶さん。初見さん、お茶ありがとうございます。はい、はい、お茶飲んでゆっくり見ていってください、はい、ということで以上。全力100本ツッコミでした。ありがとうございました。さあ、続いてのコーナーいきたいと思います。はい、罰ゲーム発表。おお、お、なんかバグりましたね。はい、お、いいですね、はい、自腹で写真撮影の旅。はい、はい、で、はい、先週ですね、うん、あの対決はドローだったんですが、そうですね、番組終わりにじゃんけんしたところですね、うん、私が負けたということで、うん、そうですね、僕が行ってもらいました。助かりました。はい、というわけで、はい、来週こそ勝てるよ、諦めんなよ、し勝てよということで、ありがとうございます。なんでしょう、じゃあこちらです。はい、はい、楽しみだ。こちらに、ここに行ってまいりました。おー、どこだこれは。はい、まあヒントは至る所に隠されてると思う。ヒントは至る所に隠されている。はい、どうでしょう、うん、うん、うん、あー、分かったかもしれない。じゃあ
まだいいですか。はい、そうですね、はい、まあ、書いてましたね。皆さん分かりますかね、はい、わたみ正解、わたみは正解ですね。わたみに行ってきました。わたみですね。大阪角度、いや大阪じゃないでしょ。東京っぽい言葉書いてあるでしょ、ね、東京ですね正解。さあ、続いての画像お願いします。書いてますね字で、はい、そうだね、うん、はい、あれ次の画像お願いします。おー、はい、いい写真、まあ、綺麗。まあなんか、はい、ね、ちょっとメジャーなものも2つ、うん、はい、朝日ビールのビールでしたっけ、はい、はい、ファミマとかさ。でっかい金色のうんこの上惜しいな。汗臭、汗臭って書いてる人がいる。汗はそう臭い、臭かった。その日すごい天気良かったから。坪八、この間行ったで坪八、おお、うん、浅草おめでとうございます、うんうん、460ワタミの後の坪八だね。あれはスカイツリーって聞いて聞いてますよ。あれはスカイツリー、あれはスカイツリーじゃない。違うんですか、はい、あれちょっと CG っぽいですもんね、ちょっと。そうですよね、そんなわけないですよね、うん、だって信号もなんか何も点灯してないですさあ、正解はこちらですね。次の画像お願いします。浅草でございました。全然なんですか、ポック座、これロック座、ロック座、あ、ロック座撮ってきました。ロック座って聞いたことあるな。なんだっけ、うん、あれだ、皆まで言うな今日は、皆まで言わない方がいいですね、うん、はい。だけどあれだよ、なんかね、ちょっと見たところね、女の人割引みたいなのもあるの。へえ、うん、女の人ちょっと安く見れるの。見たいもんなんですかね、うん、うん、インターネットで拾ったの持ってくるなよ。いや本当に言ったんだって、言ったんだよ。東武ワールドスクエア。浅草こんな再現するから、東武ワールドスクエア。行ってみたい、東武ワールドスクエア。世界のやつでしょあれは、はい、すげえ行ってみたいわ、いや奈良県民だから本当にスカイツリーわからん。あれはスカイツリーではないです、奈良の方、丸さん、奈良の方、いや本当にあれ実はあれスカイツリーでございました。エンゲンホール行きてえなってこと。ロック座、ロック座ですか、うん、はい。今日の出演は誰、いや、まあ、めっちゃ聞いてますね。鈴木ミントさんじゃないですか。あ、女性割引って書いてあるね。すげえ、3000円、高っ、誰だこれ、高っ、3000円するんだ。顔計算できてんじゃん。まあいいか、はい、はい、ロック座に行ってきましたか、吉野家に行ったのか、吉野家に行ったのか。鈴木ミントさん、はい、というわけで、はい、楽しみだ、鈴木ミントさんに怒られないように、はい、綺麗なね、はい、綺麗なことですね。じゃあ本日はですね、ちょっとテンポアップをしろということだったので、はい、こんな感じにしてみたいと思います。次の画像お願いします。こんな浅草は嫌だ、おお、ね、なんだなんだなんだ、はい、それでは続いての画像お願いします。ウィンズの前で人が死んでいる。これは嫌ですね。こう大穴に全財産つぎ込んじゃったりしてね。競馬だけに人生がうまくいかなくなったってバカ野郎。次。大人のおもちゃ屋さんで各種大会イベント等の記念品を売っている。いやこれは嫌ですね。全日本電馬で潮吹き大会ってバカ野郎。飛距離は666メートルですって、東京スカイツリーのてっぺんまで届いてるっつーの。次。なこれ。ウィンズの前で人が死んでいる。これは嫌ですね。酔っ払って喧嘩した挙句相手にマウント取られてボッコボコ、ウィンズだけにこれが本当の馬乗りだってバカ野郎。次。東京スカイツリーが大人のおもちゃみたいになっている。いやこれは嫌ですね。長くて太くて硬い三拍子揃った新商品、天まで突き上げますってバカ野郎。先端に膨らみがあって東京タワーよりも気持ちよさそうじゃないっつーの。次。何これ何これ。ウィンズの向かい側でも人が死んでいる。いやこれは嫌ですね。この時期朝までほっといたら腐っちゃったりしてね。これが本当の浅草だってバカ野郎。以上、浅草の旅の発表でございました。何それ、何テンポアップだ、本当にすごい。おぎやはぎのメガネに来そうです。ね、いつ現れるかわからないたけしみたいな感じ。はい、面白かった。台本用意するな、お前。厳しいお言葉ありがとうございます。まさにね、おぎさんのやるたけしさんみたいな感じになっちゃって。だからね、あの、わけわかんなくなっちゃって。はい、あの、こんな写真ばっかり撮ってしまった。すごいですね。こんなに死人が溢れてる街。死んでない、死んでない、死んでないから顔隠してる。オールナイトニッポン僕たけしさんに突っ込んでるの。そうね、元々はたけしさんのやつ。
今水木曜ジャンクでおぎやはぎさんがやってそれをそのままやるっていうこれあれですね、あの台本用意するの甘えっていうのはこれあれですね、あのピースみたいなのかピースさんですかね、さっきから結構書き込みくださってますよね、はいはいはい、なこれピースさんでいいんですかね、これはですね、はい、お金を持ってる人ですねあ、もうゲーもうリアルにお金マークなんですか、そうです、この人お金を、お金持ちさん、お金持ちさんです、お金持ちさんです、ね、お金持ちさん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、これ全部なかなか、なかなか言うと死人の街だ、いや本当にそういうこんな浅草嫌だって、そういうことですね、そうですね、嫌だってことで、本当はもっとね、はい、あの着物の女の人とかの写真とか人力車の写真とか撮ったんだけど、ああはい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 、あんま長くなってもらうと思ったんでやめときました、終わった金持ちだよということで、終わったさんだよ、終わった終わったさんスポンサーになってもらおうってお金持ちだよね、金なら俺に任せろということでじゃあのー CM を1万ポイントほどいや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 大丈夫ですよ、嘘です嘘です、はい、ということで以上、はい、罰ゲーム発表のコーナーでした、ありがとうございました。さあ、続いてのコーナー行きたいと思います。作詞、おうん、さあ、作詞のコーナー、はい、メロディー流れます、はい、そのメロディーに合いそうな、うん、詞をですね皆さんには書き込んでいただきまして、うん、よろしくお願いします、我々が歌い上げるというコーナーでございます、はい、こちらもベスト書き込みを選んで、うん、素敵なプレゼントを差し上げてますので、お願いします、書き込みガシガシよろしくお願いいたします。本日のメロディーを流してみたいと思います、お願いします。もう勘で書き込みしてくんのやめてあ、でも合うんじゃないですか、ね、合いそうだよね、すごいよね、まだ聞いてないのにこれをかけれてる、すごいよね、はい木村先生、じゃあこれ読み上げ、いきますか、じゃあ音楽お願いします。セミの池作り気持ち悪いちょっと動いてるでしょ、お腹のところが、そうですね、でも裁かれてるでしょ、ビビビビ泣くんだまだ気持ち悪いな、食うのかなそれ。小畑さんがね、これ著作権的に大丈夫って言ってますけど、ん大丈夫ですよね、これお金、金持ちいいからね、はい、あフリーなんです、フリーね、うん、さあさあさあ、あーなるほどね、しっとりた初曲ですね、うん、はい、うん、まあ、とりあえずじゃあこの番組のことを言ってるんでしょうかね、はい、じゃあこれにしましょうかね、お願いします。ネタすぐに耳が痛いです、そうですね、はい、ただもう大々的に言ってますか視聴者依存型の番組、そうですね、はい、依存じゃあ僕これお願いしたいと思います、はい、音楽お願いします。浅草ろくざ死人だらけ悲しくなっちゃうじゃん、さっきのやつからこの音楽がちょっとあの悲しい音楽ですからさっきの順に合うのかなと、はい、じゃあこれかな、これにしようかな、じゃあお願いしますテンション高くいきましょうまずお前が本当ですね、面白いですね、うん、じゃあ俺これちょっと気になりますね、お願い、音楽お願いします。母ちゃん急に色気づく、これはメロディーと詩の内容がねバッチリ、これ不倫ですね、これ、いや分かんないです完全に不倫ですね子供に悟られちゃったパターン急に色気づく、やだね自分のお母さん、ね、さあさあさあ、あどうしようかな気持ち悪いな、これこれにしようかな俺結構俺結構好きなのいっぱいありますよ、いや僕もじゃあとりあえず木村さんいきますか、いきますか、うん、音楽お願いします。右手左手
信です。手相でも始めようと思ったんじゃないですか。自分の手をまず見て。そうですね。じゃあこれお願いします。そして輝くウルトラソウル言い切れないみたいな。ウルトラソウル、そうで終わりなんですね。ウルがどうしても言い切れない。あ、広告来ました。お茶だ、ありがとう。お茶さん、ありがとうございます。ありがとう。村子が人来られてぼやいているので面白い書き込みしていってね。ありがとうございます。お茶さん、ありがとうございます。助かりますな、本当にね。ありがとうございます。人来ないでぼやいてる。あ、これにしようかな。いいっすか。あ、お願いします、うん、お願いします。あ、ごめんなさい。もう一回いいっすかね。息合わねえな。お願いします。親父が隠してたビデオに上書き。これ僕らはピンときますけど、今の世代の人ってピンとくる。そうか、そうか、DVD だと。DVD、でも DVD 上からコピーでできるんですか。できない、できないか。できないですね、多分。そうだよ、昔はね。そうですよね、うん、昔はありましたけど、爪折るんですよね、バスって。それでハンテープでこう貼ったら OK みたいな感じですよね。昔友達にドラえもんって書いてあるやつがやろ。ドラえもんに AV だ。ありますよね。それドラえもんじゃないよ。あと俺結構好きなのあったんですけどね、うん、あ、これいきたいと思います。音楽お願いします。満塁で打つと4点入る。そうだね。そうだね。これ球場とかで流れてるんじゃないですか。野球のルールをお知らせしますみたいな感じで。あ、これそろそろ分かるよ。お、いきますか。お願いします。昔の当時のイメージのままそうです、ね、あってしまうんで。でも逆に言われればそれは自分も老けてるってことですか。まあそう、それを感じてしまうってことでしょうね。そういうことですね。これいいな、このなんか何メロディーに。あー、あー、あー、確かに合ってますね。面白いとかじゃなくも、はいはいはい。あ、じゃあ僕もじゃあ同じの、同じような感じのいきたいと思います。同じのは勘弁してください。音楽お願いします。毎日コロッケも飽きた。わー、悲しい。悲しいですよね。毎日、毎日なんじゃないですか。もうここ 2,3 年続いてます。油分取りすぎなんじゃないですかね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。そんなに飽き、3食かな。3食。美味しいんですけどね、たまに食べると。コロッケ屋さんかな。コロッケ、あー、そうかもしれないですね。あー、た、飽きるな。さあさあ、そろそろ1本決めたい。あ、そうですね。ねどうしましょうか。何かありますか、秋村さん。何ですか、もう。はい、木村さん最後ベスト決めるんですか。いや、一本言ってください、ね、あ、本当ですか、はい、じゃあこれいきたいと思います、はい、音楽お願いします。卵アレルギーだけど。何があったんだろう。大変ですよ。いや、だけど、はい、何か出てきちゃった。親子丼とか出てきたじゃないですか。今日親子丼。さあ、以上にしたいと思います。皆さんありがとうございました。面白かったです。ありがとうございました。いや、これ毎回面白い書き込み多いですよね。いや、すごいよね。みんなよくこの瞬間でさ思いつくよね。ホトトギスが鳴かない。カレーに毛玉を入れすぎた。毛玉をまず入れすぎるとかじゃなくて入れないでほしいんですけど。さあ、ベストオブ書き込みを、ベストオブ作詞を選びたいと思います。木村さん選びますか。はい、僕選んじゃう。僕が選ぶと偏っちゃいますもんね。あ、僕個人的に好きだったのは、そうでいいですよ。え、いいんですか。はい、セミのインゲ作りが結構好きでしたけど、はい、もうそれが良かったかな。ああ、本当ですか。だってこれ、だってあの音楽流れる前に勘で書き込むっていうね。逆に縛りがあって、まあでも面白かったんだけどな、結構。いや、面白い。俺右手左手じっと見るも結構好きでしたし。そうだね、なんか考えさせられるよね、はい、リズムが、リズムいいねってことでありがとうございます。というわけで、ベストオブ作詞は
セミの池作りでしたっけ、はい、ちょっと違いますか。いやそれでいいと思います。何でもいいですか、はいはい、に決定しましたので書き込んでくれた方メールをください。アドレスは赤坂ドットプラスアットマークトーツドットコムでございます。待ってますよ。おめでとうございます。ありがとうございます本当に。というわけで以上作詞のコーナーでした。皆さんはじめまして、ナビゲーターを務めさせていただきますプラコでございます。今日は皆様に赤坂プラスのご利用方法をご説明させていただきたいと思います。まずスタジオの予約についてですが、インターネットを使ったご予約方法とお電話でのご予約と2通りございます。私のおすすめは電話でのご予約です。わからないことや不安なことなどをスタッフと相談しながら予約ができるので安心です。こんなことをやりたいけど料金はどれくらいとか、どういう機材があって何ができるのかとか、不安なことはすべて聞いて納得してから予約できます。インターネットからの予約はページ最下部にあるスタジオ利用規約個人情報保護方針によく目を通していただき、ご理解の上で必要事項をご記入ください。未成年の方は保護者の方の同意書が必要になりますので、お申し込みページ最下部から保護者の同意書をダウンロード、印刷後に記入したものをご提出いただくことになります。ご予約後は一度打ち合わせを兼ねてスタジオの下見に来られるのも良いかと思います。下見のご予約はお電話かメールでお願いいたします。ここがスタジオのある赤坂ビジネスプレイスビルです。このビルの地下1階にスタジオがあります。この看板近くの階段を降りればすぐにスタジオがあります。階段から見たスタジオの外観です。内部はこんな感じです。実際にスタジオの機材を見ながらスタッフと打ち合わせをしておけば、当日までに細かい準備ができてトラブル対策にもなりますね。音楽著作権に関してはユーストリーム側で契約を結んでいますので、歌を歌ったり演奏することができます。ただし CD などの音源はほとんどの曲がご使用になれませんのでご注意ください。なお赤坂プラスはユーストリーム以外のストリーミングや動画サービスでもご利用になれます。とにかくわからないことや知りたいことがあったら、こちらまでご連絡くださいね。皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております。アクティブ野郎のアクティブラジオ体操ということでよろしくお願いします。アクティブ野郎さん、あ、本日はあれですね、浅草の町からで、これなんですか、ライブですかね。今浅草にいらっしゃるんですか、はい、今日もね、今夜なんですけど、その辺はいいんですか。その辺は関係ないです、ね、アクティブですもんね。理由になってないですか。さあ、というわけで本日もいろいろなね、無理難題を体操にしていただけるということなので、皆さんのねダイエットの一つのツールとして使っていただければと思いますよ。おい、もっこりしてるぞということで、してますかね、どこがもっこりしてるんでしょうか、よし、無茶ぶりしようということで、ありがとうございます。そういうコーナーでございます。例えばですね、463号線と書いてあるポールでポールダンスをする運動、463という463と書いてあるポールでポールダンスをする運動、いやこれ面白いですね。もっと挑発して、もっとね挑発できる、ロック座思い出して、ロック座思い出して、463をもっと意識して、463に向けて、
股間にしか目がいかねえと、そうですよ、いいんですよ皆さん、ポールダンスしてますから今。463のポールでポールダンスをする運動。さあ、お金持ちがですね発情してきたということで、さあ体操を変えていきたいと思います。80倍速ラジオ体操、80倍速ラジオ体操。あれ、ラジオ体操を80倍速するとこんな感じになるんですかね。あー、なんか体を回す運動ありますね。あ、なんか横にちょこちょこ動く運動ありましたよね。何でしたっけ。あ、そうですね、横にちょこちょこ動く運動。80倍速そんな感じなんですね。やばい、もうすでに息切れの声が聞こえてきますよ。金持ちハーハー言ってないでどんどん書き込んでくださいね。息を吸って腰を曲げる運動、息を吸って腰を曲げる運動。あ、ちょっと休憩になっちゃってるんじゃないですか。息を吸って腰を曲げる運動。463のポールでポールダンスをする運動。463。さあ続きましていきたいと思います。ムラムラしてるみたいですよ皆さん。皆さんムラムラしてますよ。いいですよアクティブさん。競馬で外れて途方に暮れる体操、競馬で外れて途方に暮れる体操。あれ、競馬で外れてるんですよ。競馬で外れて途方に暮れる。まず最終コーナーを曲がってますよ。最終コーナー曲がった、あ、来てる、今自分が買ったやつ来てますよ。最後刺されました。あー、なんてこったい。それを体操風にすると競馬で外れて途方に暮れる体操。競馬で外れてなんか喜んでるように見えますけど、パッと行こうぜみたいな感じになってますけど、さあ勝ってパッと行こうとしますけど頭抱えてますからね。さあ、なんでしょうこれは。5メートルを立て続けに飛ぶ体操、難しいね。なんでしょう、5メートルを立て続けに飛ぶ体操。5メートル飛んでます。5メートルを立て続けに飛ぶ体操。もっともっとサイド使って、サイド使えるよもっと。あ、心なしかアクティブさんがちょっと透けてるように見えるんですけど僕には。さあいきますよ。田植えだ田植えだ体操、田植えだ田植えだ体操、田植えだ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 、ほら田植えだ田植えだ。タイピングしてるようにしか見えないですけど、動きながらタイピングする体操ですよそれ。田植えですよ、田植え、田植えだ田植えだ体操。さあ続いていきましょう。これどうでしょうかな。あ、これにしましょう。指が臭いけど癖になっちゃった体操、指が臭いけど癖になっちゃった体操。まあまあそうなりますよね。あ、ただただもう癖になってますね。あ、これ結構体操になりそうですね。いきますよ。あ、一個貧乏な体操ってのありますけど正解です。さあ、翼が生えても飛べない体操、翼が生えても飛べない体操。飛べてないですね。翼、あ、翼生えてますね完全に。ちょっとあーとか言うのやめてくれ。喋らないでしょアクティブさん。さあさあ、いきますよ。翼が生えても飛べない体操続けててくださいね。これ難しいかな。次はラジオ体操っぽいですね。いきますよ。足を横に出して、足を横に出して深く曲げて正面で回しましょう。足を横に出して深く曲げて正面で回しましょう。どういう感じになるのかな。足を横に上げて前に、これ難しいのかな。正面で回してますね。木村どこ行って、木村君今トイレ行きました。サイババの手から粉を出す体操、サイババの手から粉を出す体操。アクティブさん応援来てます。アクティブアクティブアクティブさん応援されてます。サイババが粉を出す体操、出ます出ます、どんどん出ますよ。あ、やばいやばい、出すぎる出すぎる、やばいな、こんなに出んの、すごい出てますよ、すごい出てます、やばいやばい、止まりません止まりませんよ、止まりません。上に上にしてみてください、上にしてみてください。うわ、噴水みたいに出てますよ、噴水みたいになってますよ。あ、顔面にかかりますねそれ、顔面、顔面かかりますね、顔面かかる。気持ち悪いですね、粉まみれですね。わ、もう止まりません止まりません。ま、拭いてる手から出てきてますから。さ
いままの手から粉が出る体操、エロ本を見つけて周りを気にしながら服の中に隠す体操、エロ本を見つけて周りを気にしながら服の中に隠す体操。サクサク出てましたね今これね。エロ本を見つけて周りを気にしながら服の中に隠す体操。あはは、はけた、はけるなんてありえるんすか。あ、エロ本持ってますね。さあ、木村くんって聞かれて全力で否定するの体操。アクティブさんって木村くんなんですか。あ、違うんですね。あれでも木村くん全力で否定する体操、木村くんですよね。もっと全力で否定して、あ、全力で否定してください。え、木村くんじゃないの。木村くんだよね。アクティブさん、あれ、ま、それ全力ですか。もっと否定してもらわないと木村くんかなとか思っちゃうから。ほら、みんな聞いてるよ、木村なのか木村なのかって。違うよね。あ、違う、バツバツ、木村じゃない、木村じゃない、全力全力、必死結構してささあさあ、さあ、否定してる中、自動販売機からジュースが出てきて止まらなくなる体操。自動販売機からジュースが出てきて止まらなくなる、あ、ピッ、はい、飲みたいな感じだね。あ、1個出てきて、あれあれ、あ、どんどん出てくる、どんどん出てくる、なんだこれ、なんだこれ、どんどん出てくるあれ、その1個を踏んでしまって、その1個を踏んでしまって、踏んでしまってどうなる。缶を踏むと、あ、ブシャッブシャッブシャッってなって顔にかかる。転ぶかなと思ったんだけど、あ、なんで逃げちゃった。あ、はぁ、休憩して休憩してます。あ、はい、はい、ニコ生、あ、7人増えました、ありがとうね。もうお茶。さあ、いきますよ。映画マトリックスがわかる体操、映画マトリックスがわかる体操。どこの、あ、まあ有名なとこですね。避けてますね、多分ね。あのすごい格闘シーンやってほしいです。壁走るやつやってほしいですけど、スカイツリーとかに登ってほしいんですけど、なんとか。おい、やばい、苦肉の猿じゃない。おい、休憩すんなよ、休憩すんじゃないよお前。さあかわいい、浅草の街をカッポしてるアクティブさんが急に手抜き始めたさあ最後、じゃあこれでね、ダウンしてくださいね。腕を前から上に上げて大きく手足の腕を回します。なんだなんだなんだ、手足の腕を回します。ややこしいこれ。腕を前から上に上げて大きく手足の腕を回します。どこ回しゃいいんだよこれ、わけわかんないさあ、じゃあこれ最後にしましょうか。アクティブさん、最後いきますよ。463号線と別れ話をする体操、はい、463号線と別れ話してください。あんなにね、今日ポールダンスでイチャイチャしたけどね、やっぱりこの後付き合えないんだよね。奇数が悪いとかそういうこと言ってんじゃなくて、違う違う違う、うん、いや別にカンパチがどうとか、カンパチは関係ねえんだ、カンパチは関係ない、本当に本当に。だから違うんだって。いや、カンナナとカンパチ確かに、それはこの前飲み行ったんだけど、違うんだ、あのカンパチ関係ないんだって。お、電話とかすんなよ、おい、ちょっとやめてくれ。463号線、あった、あった、お前そこまで俺のことを好きだって言ってくれんなら、ありがとう。最後にじゃあポールダンスを踊ろうぜ。463号線とポールダンスを踊る体操。あ、キスすんの、キスすんのポールダンスしながらキスを、ディープキス、ディープキス、463号線とバカだな、バカだねというわけで、体操をここまでにしたいと思います。ありがとうございました、皆さん、パチ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 、非常に面白かったです。いやー、すごいですね、アクティブさん、さすがですね。8号線との下りなんてやっぱちょっと結構迫真の演技だったと思います。じゃあ僕がベストオブ体操を決めていいんですかね。ベストオブ体操は、あれが良かったんだよな、木村くんって聞かれて全力で否定する体操に決定したいと思います。木村くんって聞かれて全力で否定する体操
まあ今日一番体操っぽいとかハードだったんで、まあね、ポールダンスも面白かったんだけどね、いかんせんちょっとハードじゃなかったということで、というわけで、今週は以上にしたいと思います。アクティブアローさん、来週もよろしくお願いします。以上、アクティブアローのアクティブラジオ、あ、違う、アクティブなんだっけ、ラジオ体操のコーナーでした。ありがとうございました。バイバイ。さあ続いてまいりましょう。やることになりますよ、はい、うん、続いてはですね、はい、R18 相談室。おさあ、あ、無理な、無理な、なりましたね。木村さん、はぁはぁ言ってる感じ。いや、ちょっとトイレ行ってきたんで毎回決まった時間にトイレ行きます休憩がちょっと毎回時間間違えちゃうんですよ。はい、アクティブさんとすれ違った、またまたすれ違いましたね。あ、どんな感じ、手応えあったみたいな感じでした。いや、今日はちょっと疲れてましたね。あ、今日疲れてた。はい、はい、疲れただろうね。溜まれてきてるんじゃないですかね。だから今日、あっみたいな声出してる途中、木村さん、トイレではぁはぁって何してたの。まあちょっとそれは言えないことはね。木村さん、トイレでムラムラ解消してきたの。まあムラムラは解消されましたね。あ、ムラムラ解消してきた。はい、あと一発抜いてきたということで。いや、まあそこはちょっと詳しくは言えないですけど。あ、そうです、はい、毎週毎週なんだ、病気このコーナーですね、はい、R18 相談室といいまして、うん、どんな悩みでも解決していこうという、はい、いやらしい悩みでも性の相談でも、そうですね、それこそ別に何人ごともない。先週中段版だったちょっとありましたよね、うん、何でしたっけ。ゴミの日が変わっちゃ減っちゃうのかな、はい、ゴミ収集の日が減っちゃうんで、はい、なんとかしてくださいもう、うん、それは宿題になってまして、はい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 、そうですね。あ、デカ顔が来ましたね。お、ありがとうございます。どうしたらいいんでしょうね。皆さん、僕らが時間繋いでる間に相談ごと書き込んでください、あれですね、木村君がパソコン復旧しようとしてる。そうですね、今一生懸命やってあれですけれどもはい、ゴミはどうしたらいいですかね。ですね、うん、慣れるしかないと思うんですよ ね、 そうですね、普通に考えたら慣れていただきます。ああ、希望の日がある地域に引っ越すのね。なるほどね、はい、そうですね。あ、パソコン復旧しました、ありがとうございます、うん、引っ越したくないなら慣れるってことでね、はい、まあ、あの新しい場所に来たと思えば慣れちゃうんじゃないですかね。あ、なるほどね、うん、引っ越したつもりになれる、引っ越した気持ちになって、そうそう、うん、そしたら1日のリズム、あ、1週間のリズムも変わることによって、はい、なんか毎日の繰り返し同じ日常つまらないってなってたのが新鮮さだったり。そうですね、素晴らしい回答なんじゃないでしょうか。燃えるゴミの日がよりによって水曜日なんですが、どうしたらいいですか。よりによって水曜日、はい、あ、なるほど。水曜日 1週間に1回なんですかね。それはきついですね。きついですね、燃えるゴミは。うちの地域もね、週3だったのが週2になりまして、へえ、ちょっとやっぱ溜まるようになっちゃいますから。週1は結構溜まるんじゃないですか。僕ちなみにあの玄関の水漏れで、うん、燃えるゴミ L 袋で7袋出ましたね。もう2万円以上もらえってそれは2万以上もらいたいですけどね、もらえないんですよ。いや、普通もらえるんだろうきっと。本当はもらえるんでしょうけどね、うん、はい、さあ、結構来てるんじゃないですか。そうですね、あ、水曜日なっていうのもだから引っ越せって話ね引っ越せ、うん、お、もがいさんがアダルト AV の相談をしてるよっていうことで。お、どれどれ、どれだろう。熟女看護師、夜の診察を借りたら、サファリサバイバル野生の王国の DVD が入っていましたどうせおかずになるでしょうか。サファリサバイバル野生の王国、だからあのケースが間違えてたんでしょうね。これはガチなの野生の王国が入ってたってことだよね。 NHK とかなんじゃないですかね。野生の王国、交尾シーンとかありそうだよないん、あ、だから肉食獣が草食獣を食うみたいなイメージがすごいある。はいはい、それでなんとかおかずに、まあ難しいな。毛のふさふさ感とかをもう想像するしかないんじゃないですか。すげえふさふさだなみたいな感じ。あの触り心地とかを。そうですね、想像して。あと獣臭さだね。あ、匂いをね、多分すげえ獣臭いんだろうなっていうのを、そうですよね、なんとか変換するしかないよね。そう、臭さっていうのを興奮する、はい、もうだから普通の人間じゃ興奮しなくなるよねそこまでたどり着いちゃったか、その
ビデオ屋に文句を言う、はい、ビデオ屋に文句を言うっていうことで、あ、ありましたね。違うんじゃないですか、こっちじゃないですか。つぼみの DVD を買いたいのですが、お、どれどれ、たくさん出演していて、どの作品を買えばいいか困っています。おすすめの作品またはメーカーは何ですか。あ、全然あんねんだけど、はい、妹のやつ妹のやつ、うん、妹のやつがあるはずです。妹系みたいな感じですか、うん、お兄ちゃんみたいな感じ。そうそうそう、あ、妹系がいいそうですよ。そうですね、はい、雑って言われていや、それもいっぱいありそうなんだよな。妹系ありそうなんじゃないですかね、うん、はいはい。まあそれから各々の趣味だから。まあそうですよね、そうそうそう、うん、自分で切り開いてください。さあどうでしょうか。マーラーは千人の交響曲が卑猥に聞こえます。何すか、この音楽はそれってこと。これでも違うでしょ、この名の知れたやつじゃないでしょ。何すか、ゲイの質問が来てますか。どこだ、全然、あ、ありました。サラダ味のせんべいってサラダの味がしないのになんでサラダ味なんですか。わかります、はいはい、確かにね、はい、何あれ、サラダ塩味がもうサラダせんべいだもんね。確かに、なんだこれ、なんでサラダなんだ。あ、サラダって塩の意味らしいですよ。本当にソルトがサラダなんですか。サラダ、正解はサラダ油だからだよ。え、あ、ガチで言うとサラダ油じゃね。あ、サラダ油で揚げてるの。そういうことなんですかね。ソルトとサラダが似てるからじゃないの。そんな似てるっていうのはないでしょう。そう、サラダ油で揚げてっからサラダせんべい、サラダ味サラダ油味ってこと。油味、サラダ油味を略してサラダ味って言ってるってこと。サブラサブラサラダ油で自分で笑っちゃう。サラダ油で揚げてはーはー言いながら何やってるんですか木村さん。なんかはーはーサブラつ、なんかあの鼻声がひどくなったなと思ってそうそうそう、あ、なるほどね、そういうことなんだ。そういうことなのかもしれないですね。あとですね、うん、ハッピーターンってたまに当たりあるよね。え、だから粉がすげえ多いってことじゃないですか。でも粉がすごい多いやつ発売されてたじゃん。発売されてますけれども、だから普通のバージョンじゃないですか。普通のバージョンでたまにすげえ濃い時があるよねってことじゃないですか。そ、相談それ相談提案です。提案じゃねえだ提案ではないよ。あるよねっていう雑談でしょ、まあ、雑談でもいいです。あ、相談ありますね。あ、相談なのかな、これも提案かもしれないですね、うん、提案って何なんだろFC2 のエロってたまに読み込みすっごく悪くない。あ、俺ね、その FC2 がよくわからん。僕もあまりわかんないですけど、パソコンで落としてくるみたいな。 FC2 っていう動画なんじゃないですかね。ん、どう、うん、動画のサイトみたいなのがあるってこと。多分そういう動画サイトみたいな感じ。 FC2 の違法のやつ。いや、違法ではないと思いますよ。わかんないですけど。あ、そんな中答えきましたね。 FC2 より X ビデオを見ろ。 なんかすっごいだね。俺今ないながらさ、はい、DVD しか見れないからさはいはい、はい、あとパソコンで見ちゃうとさ、はい、経歴みたいに残るじゃん。へえ、そうなんですか。え、残るよね。わかんないです。 DVD を見る分には残ないと思う、はいはいはい、サイトとか行っちゃったらさ。あ、それがわかるんですか。へえ、なんか経歴みたいに残っちゃう。それをチェックされるんですか。チェックされるんですか。そうそう何見てんだよって。事務所のパソコンとか。ああ、なるほどね、はいはいはい、事務所で何やってんだって話本当ですよ、仕事してください、はい。さあ、もうやめろ、ブログ教えてやんよ。あ、ぜひメールください。あ、すごい、うん、伝説のアダルト女優初見リオンが元カノに似てて困ってます。お、何ですかこれ。どんな感じなんでしょうね。元はだから別れちゃってるから、はい、思い出したくないけど、それを見ちゃうと思い出しちゃうから辛いな。思い出しちゃうのが嫌なんですかね、やっぱり。いや、そこはもう逆手に取るしかないよね。そうですよね、うん、逆にこの初見リオンさんだと思えばいいんじゃないですか。いや、なんかそんな単体で出てるってことは多分綺麗な、相当。そうですね、そんなの人と似てる人と付き合ってた。はい、いいよ、なんかその思い出体験みたいな、思い出としてその DVD 買われてそうだよね、アルバムと一緒に撮っといたらいいよね。そうですよね
黙るっていう。じゃあそうですね、はい、保存版にした。完全版とかですか。そうだね。初見リオン8時間とか。でも辛いんだよね、見るのは、ね、辛いんですかね。見なきゃいいじゃん。見なきゃいいじゃん。どうなんでしょう、辛くなっちゃうのかな、悲しい、はあ、悲しいか。宝島とか行った時に、はい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 、見ちゃうんだろうね。コーナーがあるわけですね、はい、宝島。そうそうそう、そういう時にどうなのかと、やっぱり思い出してしまうと、すごいですね。はいはい、さあ、木村さん何かありますか。ですね、ですね、あ、なんかこの向こう生放送でつぼみを紹介してくれてるってこと。はい、あ、違う、なんだよくわかんない。なんか今さっき出てきましたよ、なんか字がピュアッと出てきたんですよ。そう、なんだよくわかりませんね。はい、これじゃないですかね、市場につぼみ入れといたって書いてありますよ。そうね、はい、それが謎で今スタッフさんが来て教えてくれようとしたんだけど、いかんせんあのジェスチャーだから何にもわからない。そうそうそう、あ、何か来たね。あ、なにこれ、え、見えない見えない、つぼみベビーヌード。つぼみ、ちょっと番組中にいやらしい画像見ちゃった。いやらしい画像のパッケージとか見るのやめてもらっていいですか。番組中にいやらしい、しかも俺見えてないんでやめてもらっていいですか。星で隠されてたから、いやらしい。星で隠されて大丈夫ですよ、本当。さあ、それは、はい、というわけで、はい、もう今日は、はい、そうですね、木村君無理やりそんないやらしい画像見なくていいんだよ。もういいっすかね。そうですね、うん、チューブってどうして夏にしか出てこないんですかっていうのもありますけれども、なんかでも冬の曲なんかたまに出しますよね。だからまあ本人たちもそれやっちゃいる、やっちゃいるんでしょ。やっちゃいやっちゃいるんですよ。やっちゃいる、一年中やっちゃいるの。そうですよね、はい、うん、きっと。まあぶっちゃけ多分チューブさんとかになると多分働かなくてもいいと思うんですよ、ね。まあ、変な話、うん、で夏になったらオファーも来るし。そうですよね、うん、あ、だからオファーが夏しか、夏に結構限られてるっていうことじゃないですかね。だから別に僕たちが夏しか出ないよねっていうわけじゃなくて、チューブさんはオファーさえあれば冬でも行きますよと、そういうことなんじゃないですかね。真夏に行うチューブの忘年会だ。へぇー、やっちゃいるって言葉変、やっちゃいるってある。なんかちょっと上から目線が。年中仕事ねえやつが何言ってんだろう。さあ、というわけで以上ある、あ、違うね、ベスト相談を書き込まなきゃ、あ、決めないといけないですね。そうですね、チューブでいいっすか。チューブに、その他ありました。あんだけやってチューブになるんですか。サラダ油にしようか。違う、何がいい。サラダ、あとだってさ、はい、アワビ対アワビという DVD が欲しいのですが、どこで借りられますかとか、そういうのマニアックなんじゃない。へえ、それアマゾンで調べたら売ってないんですかね。わかんないけど。あと難しい話ばっかだったな、なんかパソコンの市場がランチャーとかですね。じゃあチューブにしますか。それか、はい、エッチな画像をやってくれた人でしょうか。あ、一番に入れてくれた方、うん、僕見れてないんですけれども。それも誰かがやってくれたってことでしょ、あれ。多分そういうことじゃないですかね。まだうちの運営がやったわけじゃない。やっててもいいですけれども。それでいい。はい、いいと思います。じゃあ市場に、はい、あの画像をやってくれた人が、はい、ベスト相談。相談相談でもないですけれども、うん、いいのかな、こんなので。うん、いいよ、もうよくわかんねえな。相談なんだから相談にしろよって言ってますけど、うん、それでいいのか。いいんじゃないですかね。というわけで以上 R18 相談室でした。ありがとうございました。ファンファーレ忘れた。いや、なんかちょっと一瞬ムーディーが流れましたね。はい、さあ、はい、毎回ね、運営さんが俺も泣くなっていう。いや、ありがとうございます、ね、はい、まあ、こんな番組やってるようじゃまだまだ。なんでですか、いいじゃないですか。だって何時よ今、8時だよ。まだ8時20分とかにこんなことやってんだよ。頭おかしいでしょ。マジで。いや、深夜やったらもっと盛り上がると思わない。深夜やったら終電なくなるでしょ。そう、だからそういうことなんですよ。どうなんだろうね、深夜ってさ、ニコ生多いのかな、はい、人数。い
や全然わかんないですね。わかんないんだよな、ね、はい、まあいっかこの時間にこれをやるっていうまあいいでしょう、はい、やりましょう。続いてのコーナーいきたいと思います、はい、います、はい、木村大使からの挑戦状。木村大使からの挑戦状、ありがとうございます。はい、ノーヒント、木村大使からの挑戦状ちょっとバカにするのやめてもらっていいですか。そういう感じがするじゃん。木村大使からの挑戦状、いやもう木村大使からの挑戦状ということでね、はい、はい、今週も、ノーヒントで絵を描こうということで、お送りしていきたいと思います。こちらのコーナー、皆様からイラストのお題をいただきまして、うん、それを2人で描いて戦いまして、ね、決めていくという、決めていく、ん、勝敗を決めようじゃないかというコーナーとなっておりますので、大丈夫です、息切れてますけど、息は切れてないんで大丈夫です、はい、あ、夜は結構いるんだって、やっぱり、やっぱりそうですか、うん、多すぎて放送事故増える、はいはい、重くなっちゃうのかな。公式に負けじと泊まり込みでやろうぜね、いや、まあ、山々よ、山々よ、山々よ、山々です、ね、何が山々やりたいのは山々よ、それ、はい、うん、どこまで行っていいのかって話ですよね。でも結構な大人を巻き込むことになるから、ね、そうなんですよね、はい、深夜にムラムラとか特別編してよ、したいね、ね、やってみたいですけど、ね、ま、24時間放送とかやってほしいぜ、読み方、読み方って木村大使からの挑戦やめてください。じゃあそんなわけで、イラストのお題を皆様から頂戴したいと思います、はい、来てますよ、いっぱい。チューブ、アリスジャパンのロゴマーク、アリスジャパンか、アリスジャパンのロゴマーク、のロゴマークわかんないな、わかんないね、あれ、ウサギちゃんのやつだっけ、違う、広瀬香美、チェ・ゲバラ、ピカチュウ、つぼみ、ペットショップボーイズ、なんでペットショップボーイズって、ペットショップボーイズって確かグループじゃなかったでしたっけ、ハッピーターンのあのキャラクター、うわー、あの王様のな、はい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 、ハゲ、ハゲ、ハゲ、ショーンペン、お題、矢口まり、最中で旦那マッソ、巻き込まれるぜということで深夜放送ね、パンピー、金持ち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 、なんで金持ち急に自分で、まあバイト忙しいもんね、ハッピーターン、ハッピーターンいいんじゃないですか、ハッピーターン差つくかね、ハッピーターンでもいいよ別に、ハッピーターン差つくでしょう、ハッピーターンを、はい、超何3分くらいかけて書く、え、待ってください、ハッピーターンのキャラクターですよね、違うよ、ハッピーターンだよ、ハッピーターンですかハッピーターンのキャラクターじゃないんですか、エグザイル、ブタマン、嵐の大野くんじゃない方、はい、あと4人いますけど誰で選んでもいいってことですね、大野くんじゃなければいいってことですね、そうですね、大野くんじゃなければいいです、楕円だろっていうのはハッピーターンのことですね、鳥肌、鳥肌難しいね、鳥肌難しいと思いますよ、どこを捉える、どこを切り取って書くかはセンスで、そうですね、はい、キャラクターだろ、ハッピーターンのキャラクターじゃないですか、S1 のロゴマーク、これもなんですか、 AV ですか、ね、S1 の AV じゃなかったでしたっけ、うん、ハッピーターンのキャラ、おみこし、おみこしアンハッピーターンマン、え、そんなのいるんですか、親指親指ハッピーターンと何が違うの、おぎやはぎ、おぎやはぎ、キングスライムになる時の左上担当のやつ、スライムじゃんスライムでしたなの、多分変わりないですね、ジョーカーヒロシ、もう時間なくなってきた、はい、というわけでじゃあハッピーターンかな、今日はハッピーターンの何ですか、キャラクターですか、キャラクターとじゃあハッピーターンも描きます、まあその辺はハッピーターンを表現できた方が勝ちってことですな、ふわふわしてるなすげえふわふわしてるな、いや、はい、じゃあハッピーターンしましょうか、何分いけんの、2分にしましょう、いろいろ決めないといけないので、あ、そうか、はい、2分ね、はい、じゃあカメラの方を切り替えていただいて、寿司のネタで一番人気のないあれなんだろう、飛びっこかな、飛びっこかな、え、飛びっこめっちゃうまいじゃないですかじゃあ行きますよ、行きます、いいですか、大丈夫ですか、ハッピーターンな、ハッピーターンですね、思い思いに描くハッピーターン、キャラ思い思い行きますよ、うん、よーいスタート、俺の黒さもう折れてんな書きづらいんだペースがだいたいね、はい、こういう感じだった気はしてるんだけど、そうなんですよね、果たして、はい、僕はね、胴体があったのか、はい、それとも本体からそのまま手足が出てるのかが不安なんですよ、はい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 、木村君はよくね、顔だけアップとかで逃げるんでそこら辺をちょっと見てもらいたいんですよね、いや、あー、なんかね、100点かもしれない、ヒントを皆さんください、ノーヒントですよね、
飛びっこって股間につけるやつ、それはそれで飛びっこなんですが、リモコンのな。え、何それ。飛びっこ好きだわ。飛びっこばっか食ってる。飛びっこうまいですよね。さあ、時間ないですよ。時間ないけど俺コメント読んだんだけど、そっちも読んでよ。ちょっとですね、モンキーターンは難しいなんて。そうね、難しいですね。それは競艇選手がね、頑張ってやってるやつ。そうですよね、なかなか取得できないですよ。あー、こんなんだったような気がするんだけどな。ハッピーターンの色ってなんだ、肌色でいけんのか。あ、これ違うわ、俺間違えた。肌色じゃねえの、間違えた間違えた。俺もやべえ、手の位置が違う。手の位置。あと何分あるの。34分。あ、違うわ、あと30秒ぐらいしかない。あ、でも俺かけ、やばいやばい、俺体のこと言っといて体間に合わねえ。ちょっとさ、平らんとこがねえんだよ俺。ね、平らんとこがないよ。知らないですよ、平らんところがないよ。あとどんぐらいあるの。あと30秒ぐらいじゃないですか。30秒もある。15秒しかないですよ。15秒しかない。はい。あー、しまったな。はい、終了。さあ、そんなわけで、はい、決まりましたよ。はい、決まりました。どういうことですか、決まったっていうのは。何が決まったんでしょう。もう決まったんです。時間が決まりましたよ。時間が決まりました、はい、そういう使い方するんですね、決まったって。そうです、日本語は難しいですよ。時間が来ましたよ。決まってはないと思うんですけど。ハッピーターンは亀田製菓が製造販売する楕円形の洋風せんべい。何急に説明してくれてる。ありがとうございます。はい、というわけで、時間なのかな。俺ちょっと間違えちゃったな。今日なんかさ、この市場っていうのがすげえ出てくるんだけど、はい、多分これだから、この市場っていうのがあれなんじゃないですか、そのあれなんでしょう、あのつぼみのあれなんじゃないですか。そうなんだ。はい、はい、さて、あ、終了すごいよ。糸と冬とかで作ってくれてる人。おー、ほんとだ、すごい。なんかさ、前さ、すごいアスキーアートって言ったんだっけ。ありますよね。あの人いなくなっちゃったね、一回で飽きちゃった。すごい、いっぱい来てくれたんですけどね。時間ないです、時間ないです。はい、じゃあ大蔵さんから紹介しますか。僕からですか。どっちでもいいですよ。いいですよ、じゃあ、はい、はい、僕のこれです。あれ、こんなんじゃなかったっけ。ほぉ、こんなんだよ。なんでもうちょっと上にしてくれないんですか。え、ああ、別に。あー、なんか似てるから嫌だな。似てる、はい、こんなんだっけ。あ、木村くんのやつ似てるってこと。はい、俺の方がこちらです。でん、そんなんだっけ。ヒーローみたいなやつだっけ。王様なんですよ、王様です。ちょっと待って、手は顔から出てて体あんの。違うんですよ、俺体から描きたかったんです、手は。は？先に手を描いちゃったんで。修正が効かなかったんです。で、王冠もなんかさ、下手みたくなってるし。いやいやいや、王冠ですよ、あれは。エビフライくんだよ、それ。さあ、というわけでちゃんとハッピーターン4枚持ってますから。どっちもうまくて笑えない。バナナのキャラクターだ。あ、そうだよね、バナナのやつだよね。いや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 、いや、でもさ、これ気持ち悪いって。顔から手出ても。これね、難しいな、うん、あ、え、なになになに。出た答えだ。お、かわいい。なんか、あ、王冠じゃなくて、あの、あれなんだ。あ、袋なんだ。袋のあれなんだ。あ、そうなんだ。あ、違うわ、でも王様だわ、ターン王だわ。そうだよ、そうだよ。そうだよ。おい、急にタメ口になった。そうか、あ、かわいいね。顔かわいいな、やっぱり。でもね、俺ね、王様みたいな服をもう意識してるんですよ、一応。僕がだって王様、マントありますか、ちゃんと。なんで二人とも眠そうなんだろう。いや、眠そうのパターンあるよね、多分ね。なあ、どうなんでしょう、ね、やばいやばい、時間ない。はい、アンケートいきましょう。はい、どちらの絵が、気に入ったか。うん、はい、そうそうそう、皆さんからアンケート取りたいと思います、うん、こちらで負けた方が来週の、うん、一人ロケ旅の罰ゲームになります、はい、両方ひねえな、別に眠くない。あの、そうね、サンスタッフ、さあ、ぜひぜひ、気に入った絵の方を、はい、なんか雰囲気はある、投票していただければと思います。はい、君ら何分裂してんの。さあ、バナナ、さあ、答えじゃないや、決まりましたでしょうか。いけるんでしょうかね、これ。はい、いけると思いますよ。お願いします。イエーイ。そう、だってお前気持ち悪いもん。嘘、気持ち悪いよ。僕でしょ。まあ、どっちでもないよ。そんなこと言っちゃえば。僕のこのカラフルさ加減とかさ、確かに。でもなんかマントみたいなのしてるね。はい、マントじゃないですけれども、うん、でもなんかこっち、いや、2人とも正解も、
なんだ、まず運営さんのデスクトップがバレてますけど大丈夫かな。さあ、わあ、そっか、じゃあ来週の罰ゲームは僕ということで、はい、なんかそしてやばい、27秒しかない。え、今週の木村賞を決めてください。今週の木村賞はですね、はい、ポールダンスありがとうございました。ポールダンス書き込んでくれました、はい、木村賞でございます。はい、ありがとうございました。中村賞は、はい、何でしょう、どれでしょう、セミの池作り。あー、はい、おめでとうございます。はい、はい、というわけで、はい、それでは来週、あ、やばいやばいやばい、来週も火曜日19時にお会いいたしましょう。はい、バイバイ、ありがとうございました。